2022年に発売されたフルダイブ型仮想現実ゲーム機ナーブギア。ゲームの世界へと飛び込むことができる、この夢のようなマシンから発売された一本のソフト、ソードアートオンライン、通称 SAO。 この一つのゲームから全ての物語は始まる。リンクスタート。世界初の VRMMORPG として発売された SAO。 浮遊城アインクラッドを舞台に、約1万人のユーザーは完全なる仮想空間を謳歌していた。おめでとう。しかし、あれ、ログアウトボタンがねえよ。よく見てみろよ。やっぱどこにもねえよ。メインメニューの一番下に。他にログアウトする方法ってなかったっけ？ない。プレイヤーが自発的にログアウトするにはメニューを操作する以外の方法はない。開発者である天才プログラマー茅場明彦によって、全ユーザーはログアウト不能となる。これはゲームの不具合ではない、ソードアートオンライン本来の仕様である。この世界から脱出する唯一の方法は、最上部第100層のボスを倒しゲームをクリアすること。しかし、このゲーム世界で死んだ場合、現実の世界でも本当に死んでしまうという悪魔のようなデスゲームが始まる。ヒットポイントがゼロになった瞬間、諸君らのアバターは永久に消滅し、同時に諸君らの脳はナーブギアによって破壊される。圧倒的な絶望の中、ゲームクリアを目指し剣を取る者、勇敢に戦い命を落とす者、その絶望に飲み込まれ自ら命を絶つ者、プレイヤー同士で命を奪い合う者さえいた。2年の月日が流れ、4000人近くの犠牲者を出す中、攻略組と呼ばれる最前線で戦っているプレイヤーたちは、全ての人々の願いであるゲームクリアを目指し奮起していた。死ぬなよ。お前こそ。スカルリーパー、固まるな、距離を取れ。一撃で、むちゃくちゃ。まともに近づくこともできねえぞ。重すぎる。二人同時に受ければいける。私たちならできるよ。よし。数々のボスモンスターを倒していった攻略組のプレイヤーたち、そしてついに一人のあるプレイヤーの英雄的な行動により、ゲームはクリアされ、人々は現実世界へと解放された。こうして後に SAO 事件と呼ばれるようになるこの歴史的な大惨事は幕を閉じた。デスゲームから人々を救った英雄は、その後も数々のゲームで起こる事件を解決。妖精たちが舞う世界、アルブヘイムオンライン、通称 ALO。 銃と鋼鉄の世界、ガンゲイルオンライン、通称 GGO。 この VR 世界で出会ったさまざまな仲間たちは共に絆を深めていく。SAO のデスゲームから人々を救った英雄キリト、
死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜ。ゲームプレイヤーとしての実力は高く、最強の剣士、黒の剣士の称号を持つ。総務省の職員である菊岡にその実力を見込まれ、 VRMMO 内の数々の問題や事件を解決している。誰かを見殺しにするくらいなら一緒に死んだ方がずっとマシだ。先行の異名を持つレイピア使いアスナ。任されました。最強と名高きギルド血明騎士団の副団長を務めるほどで、 SAO では知らない人はいないほどの有名人となっていた。 SAO でキリトと出会い、システム上の結婚を交わす。現実世界でも恋人同士となり、彼を支えている。 SAO の精神的ケアを司るカウンセリング用人工知能ユイ。パパ。崩壊寸前に陥っていたユイを偶然救ったキリトとアスナのことをパパ、ママと呼び、親のように慕っている。 SAO 亡き後もキリトによってデータは保存され、さまざまなゲームまたは現実世界でも交流することが可能となっている。キリトの妹であり全国クラスの剣道の強者リーファ。キリト君。自身は SAO には参加していなかったが、ログインしたままの兄を思い献身的に世話をしていた。 ALO ではアスナを救い出した兄に大きく貢献をした。幼きビーストテイマーシリカ。デスゲームに巻き込まれた SAO プレイヤーの一人。命の危機を直前でキリトに救われ、使い魔であるピナの蘇生を手助けしてくれたキリトに思いを寄せつつ兄のように慕っている。キリトの剣を鍛え上げたマスターメイサーリズベット。リズベット武具店へようこそ。彼女もまたデスゲームに巻き込まれた一人。鍛冶屋を営んでおり、キリトの武器を作るため共に素材を取りに行ったことがきっかけで彼に好意を抱く。しかし親友であるアスナとキリトの関係を知り身を引く。普段は豪快で面倒見がよくお姉さんのように慕われている。 GGO のナンバーワンスナイパーシノン。なんて顔してるのよ。SAO 事件には巻き込まれず、キリトとは GGO で出会う。幼い頃に強盗事件に巻き込まれ、母親を守るため犯人から拳銃を奪い射殺してしまう。そのことがきっかけでトラウマに悩まされるが、キリトと共に GGO で起きた大事件を解決する中で成長し、少しずつ克服していく。ギルド風林火山を率いる刀使いクライン。おお、キリト、しばらくだな。キリトが SAO で最初に知り合った気さくな好青年。風林火山のリーダーであり、誰一人失うことなく守り抜き、 SAO の攻略組の一角にまで育て上げた。心優しき一流の斧使いエギル。よお、キリトか。キリトにとって数少ない気を許せる人物で理解者。年長者かつ既婚者らしい落ち着いた言動で関わるプレイヤーたちを見守る。そんな SAO のデスゲームから生き残ったプレイヤーたちは世間から SAO サバイバーと呼ばれ、現在は現実世界で普通の生活を送っている。さまざまな危機を乗り越え、出会いと別れとともに成長していくキリトたち。初めてここに来てよかったって思えた。キリト君は私にとってここで過ごした2年間の意味であり、生きた証です。私はこの人に出会うためにあの日ナーブギアをかぶったんです。そして SAO 事件から4年後の2026年、フルダイブ機能を排除した代わりに AR 拡張現実機能を最大限に広げた最先端マシンオーグマーが発売される。ユーザーへの爆発的な広がりを牽引したのはオーディナルスケールと呼ばれる
オーグマー専用 ARMMORPG だった。新たな舞台となる拡張現実世界で英雄を待ち受ける運命とは。劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール、2月18日全国ロードショー。